大阪市高速電気軌道株式会社は、大阪府大阪市内及びその周辺地域で地下鉄及び中量軌道を運営する軌道、鉄道事業者である。愛称及びブランド名は大阪メトロ。国際化を見据えて英字表記を採用した。日本語版 Google マップや報道機関においては地名をわかりやすく示すため公式ではない。 大阪メトロの表記を用いる場合もある。大阪市は大阪市高速電気軌道のほか、大阪メトロ、大阪地下鉄も2017年に商標出願しており、乗車券類に記載される鉄道事業者の略称として、大阪地下鉄の表記を使用している一方で、大阪メトロの活用法は未定としていたが、一部の乗車券や自社広告で、 大阪メトロの表記が使用されるようになっている。コーポレートスローガンは、走り続ける、変わり続ける。地方公営企業である大阪市交通局を大阪市の行政改革の一環として民営化するに当たり、同局が運営する地下鉄事業を承継する法人として、2017年6月1日に設立された株式会社である。 2018年4月1日より同局から継承した高速軌道8路線1 2 9 9トルと中量軌道1路線7 9トルを運営している。日本国内の地下鉄事業者の民営化は2004年の帝都高速度交通営団を民営化した東京地下鉄に次いで2例目となる。地下鉄は交通局時代に大阪港、 トランスポートシステムから運営を継承した区間を除く全線が、軌道法に基づく、軌道線、地下鉄の内大津から運営を継承した区間と、新交通システムの大半の区間は、鉄道事業法に基づく、鉄道線として運営されている。2018年7月9日に発表した、大阪メトログループ2018から2024年度中期、経営計画では、 売上高に占める非鉄道事業の比率を発表時の17%から27%へ引き上げることを目指すとし、夢すに商業施設を建設するほか、有給地で賃貸マンションやオフィスビルを開発するとしている。大阪市高速電気軌道は大阪メトログループ2018から2024年度中期、経営計画の P16 で、 大手鉄道事業者との表現を使用しており、事業規模も大手私鉄に匹敵しているものの、同社を大手私鉄に含めるかどうかについては、大手私鉄及び順、大手私鉄の認定条件である日本民営鉄道協会への加盟もしておらず、また国土交通省では2018年4月時点において特に何も決まっていないとしている。なお、2018年12月時点では、 国土交通省の鉄器同事業者一覧においては中小民鉄に区分されている。大阪市交通局時代に正会員として加盟していた公営交通事業協会については特別会員として引き続き加盟している。その一方で2019年6月に大阪商工会議所、翌7月に関西経済連合会にそれぞれ入会し在会活動を始めている。 2019年3月期の連結売上高は1000億円を超えており、これは日本の中小施設では、遠州鉄道と静岡鉄道に次いで3位であり、また、売上高1000億円超えの中小施設はわずか3社しかない。2019年4月1日より BRT、今ザトライナーの運行を自社が主体となって実施するため、暫定的に乗り合いバス事業も行っている。ロゴは 立体的なら線上で、メトロの M と大阪の O を形成し、エネルギーや動力、推進力を表している。また、コーポレートカラーは青で、安全、安心、エネルギッシュな大阪の街、走り続ける活力をイメージしたものとなっている。このロゴは、ムービング M と呼ばれる。このロゴの作成をしたのは、色部義明で、その CI デザインは2018年の、 グッドデザイン賞やジャグダ・カメクラ・ユー作賞などを受賞している。社賞は大阪市の市相、ミオツくしに、伝の文字を組み合わせたマークで、1908年頃より使われ始め、1923年10月1日に正式に局賞として制定されたものを継承した。2018年4月に大阪市交通局から承継した以下の地下鉄8路線と、 ニュートラムと称する AGT1 路線を運営している。ほか、2019年4月からは、今ザ・トライナーと称する BRT 路線を2路線、運営している。地下鉄の機関はすべて標準機であるが、電気、終電方式は路線ごとに、直流 750V 第三機乗方式、直流 1500V 架空電車線方式に、分類される。長堀鶴見緑地線。 今里筋線は、鉄輪式リニアモーター駆動方式である。地下鉄の一部は、大阪市外にも、路線を伸ばしており、8路線のうち、御堂筋線は、吹田市、堺市、谷町線は、森口市、八尾市、中央線は、東大阪市、長堀鶴見緑地線は、門真市にも駅がある。 また、御堂筋線は、江坂駅経由で、北大阪急行電鉄南北線、堺筋線は、天神橋筋六丁目駅経由で、阪急電鉄京都本位線を呼び、千里線、中央線は、長田駅経由で、近畿日本鉄道京阪路線と、それぞれ相互直通運転を行っている。地下鉄、ニュートラム広域路線図上表の色欄で示した、ラインカラーは、 路線図などで使われている。このラインカラーは大阪市営地下鉄時代の1975年に導入されたが、色分けには以下のようにある程度意味付けされているとされている。ただ、公式に由来が決まっているのは長堀鶴見緑地線と今里筋線の2路線のみで、色分けの根拠についての正式な資料が残っているわけではなく、あくまでも推測であり、それが、 いつしか交換で定着したものである。大人普通運賃。2019年10月1日改定。運賃は、大距離区間制であり、最大経路のキロほどに属する区数で算出される。梅田山駅と新西橋駅、四橋駅は、運賃計算上、相互に同一駅として取り扱う。梅田山駅で改札を出て乗り換える場合、IC カードの場合は、 IC カードの残額が乗車駅から乗り換え駅までの運賃に満たなければチャージしないと乗り換えることができず、切符の場合はその額面が乗車駅から乗り換え駅までの運賃に満たない場合は、その乗り換え駅までの運賃と現状車検の額面との差額を生産しなければ乗り換えることができない。また、IC カード、切符ともに30分以内に乗り換えなければ運賃が通算されない。 未動筋線、中央線、今里筋線、南港ポートタウン線は営業キロがそのままキロほどとなるが、その他の路線は未動筋線、または中央線が並行する区間に対して営業キロに所定の縮減、または加算を行った特定キロほどが定められている。特定キロほどが設定されている区間は以下の通り、IC カード、または回数カードで、 地下鉄と大阪シティバスを乗り継いだ場合は、100円が割引される。また、IC カードで地下鉄と今ザトライナーを乗り継いだ場合は、160円が割引される。定期券は、途中で改札を出ない場合には、指定経路外を通り抜けて乗車することができる。御堂筋線の混雑緩和対策として、御堂筋線梅田駅大国町駅間と4つ橋。 千二周目田駅大国町駅間を発着、または経由する定期券は、県面表示に関わらず御堂筋線と四つ橋線、それぞれの対応駅で乗降が可能である。大阪メトロ、大阪式バス全線にて利用できる。2019年9月現在、民営化後の新形式は存在せず、新製車両も、交通局時代から増備が継続されている車両のみで、ある。 2020年7月には、関西の大手私鉄に先駆け、営業用車両の全車 VVVF インバート化を達成した。ありがとうございます。